マクマオン伯爵及びマジェンタ公爵、マリー・エドム・パトリス・モーリス・ド・マクマオンは19世紀、フランスの軍人、政治家、第3代大統領、を、大陸ヨーロッパにおいて国家元首に就任した唯一のアイルランド系の人物である。ブルゴーニュのソーヌイコール・エイコール・ロワール・ケン・シュリーで17人兄弟の16番目として生まれた。 祖先はもともとアイルランドのクレア県出身で、イングランド王ジェームズ2世の時代に、リムリック県からフランスに移住し、1749年に帰化した。フランス人貴族女性と結婚した祖父ジャンバティストは、ルイ15世によって伯爵に助任され、その一族は徹底した、王党派の傾向があった。三類高等中学とサンシール陸軍士官学校で学び、 1827年に卒業した。陸軍では、アシャール将軍の副官を務め、1830年のアルジェリア征服戦争に参加した。1834年から1854年までアルジェリアに在勤し、1837年のコンスタンティーヌ攻撃で負傷した。1843年には、フランス外人部隊司令官となり、1852年少将に、 昇進した。クリミア戦争では1855年9月8日の総攻撃に際して、セバストーポリノ・マラコフの戦いで決出した功績を立て、フランス陸軍最高のポストに内定したが、謝絶してアルジェリアに戻ることを選択した。1856年には上院議員に任命されている。ナポレオン3世がイタリア統一戦争に介入した戦役では、 第二軍団司令官としてオーストリアと戦い、1859年6月4日のマジェンタの戦いでフランスの勝利を決めた。このため後にナポレオン三世によってマジェンタ公爵の称号を贈られている。1864年9月1日からアルジェリア総督となり、1870年の不仏戦争が勃発するとアルザス軍を率いて戦った。しかし、 同年7月のセダンの戦いで、仏軍は大敗し、ナポレオン三世自身も捕虜となったため、9月4日、臨時国防政府が成立し、第三共和制を宣言した。臨時政府は1871年1月28日、対独講和を行い、ボルドーで国民議会を開催して、アドルフ・ティエールを大統領とする共和制政府を樹立した。 体独講和に反対するパリ市民はパリコミューンを成立させたがベルサイユに拠点を置いた新政府はパリコミューン弾圧に乗り出した。マクモーンはこのベルサイユ政府の総司令官としてパリコミューンを鎮圧して第三共和制の大建物となった。1873年ティエール辞職後に大統領に選出された。1870年代の 第三共和政下では政体を王政にするか、共和政にするかで深刻な対立が続いた。1876年2月20日と3月5日に、第三共和国憲法に従い議回選挙が行われ、上院では、王党派、下院では、共和派が優勢になり、共和派オポチュニスト等のジュール・シモンを首相に選ばざるを得なかった。ネッカラの王党派であったマクモマンは、 1877年の5月16日の危機では5月17日に諮問首相を解任した。しかし10月の議会選挙で共和派が台頭。以前にも増して圧力が増え7年の任期を待たず1879年1月30日に辞職した。1893年10月8日にモンクレソンのラ・ホレスト城で死去し10月22日に 国葬の礼をもってホテルでザンバリットの地下聖堂に埋葬された。ありがとうございます。